皆さんこんにちは。ソウルアローヒップホップダンスインストラクターのリオです。お久しぶりでございます。ということで今日はですね、ちょっと前に流行っていた、この曲のサビの振り付けの完コピをやっていきたいと思います。ちょっといつもより難しい動きがたくさんあるんですけど、まあ皆さんならできますということで、ゆっくり解説していくので一緒に頑張って楽しんでいきましょう。ということで振り付けに行ってみよう。はい、ということで振り付けを早速解説していきます。まずですね、最初ワタタタっていう音があるので、手はここになんかこれぐらいのボールを持つ感じで、1、2、3、4回かな、1、2、3、4回ですね。1、2、3、4、前に1、2、3、4ってやりながら、左からだんだん右に行く感じで、足がキックキックキックで乗る。1、2、3、4、1、2、3、4。これ人によるんですけど、足つく人もいます。キックかつくか、ここは自分のやりやすい方でお願いします。ということで、セーブ、1、2、3、4、5、6、7、8。来たら手は頭の上でこっち、手がこっち、こっち、こっち、こっちとかじゃなくてこっち。はい、これがフン、一発でフン。来たら今度はアームスを顔の前に、1、2、3。これは胸を後ろから、あ、違う、前から後ろにポン、そう、1、2、3で、クラック、1、2、3、せーの、1、2、3、クラック、そう、せーの、1、2、3で、できればこの1の時に頭を下げる、前、前ってやると緩急がつきます。1、2、3で、足はと言いますと右、右、右、左来て、今左足上がってる状態なので、これを前、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 足は左足が曲がってる状態だから、ここに右足を持ってくる、持ってくる、持ってくる、持ってくる。これをできるだけ早く、クックックックって感じで、そう、できるだけ止める。これを、ワン、タッ、タッ、タッ、左に左足上がってますよ。ここから、1、2、3、4、3。しっかり体重を移動させたい。こっちにはもうかかってない。こっちにかかってません。で、体重をしっかり移動させて止めてあげる。そう、これを手と一緒にやってあげて、ワッタッタッタッ、1、2、3、4、4。はいはい、せーの、ワッタッタッタッ、1、2、3、4。はい、来ました。来たらね、左足上がって手が前に来る。来たらブンブンブンで、スーパーサーリンみたいな言うんで、車を運転する感じ、バイクからハンドルをブン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 、手は右手が下、左手上、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、1、2、3で、腰の合図が左に1、2、3、そう、1、2、3で、今左が出てる。腰の合図で左、右、左、骨盤を左、右、左、左、右、左。はい、で、今骨盤出てる状態なんで、右手でこれを後ろにブンと回してみる。で、これ、ポーズですね。手は、中指、薬指、親指と人差し指と小指で、頭の上で可愛くポス、
今度左足ちょっと上げる。で、体重は右に。さあ、そこからが、わー、ちゃちゃちゃ、えな、ぶん、ぶん、ぶん、ほら、えな、ぶん、ぶん、ぶん、え、すぐ。さあ、来たら、この後、レッツゴーって言ってるんで、右手は、ポンって、女の子っぽくかっこよく、こう上げながら、ポンって上げながら、左足から歩きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
足は人によって違うんですけど、綺麗に歩けるようにしっかりこう初心者っぽく歩くんじゃなくて、しっかり綺麗にこうモデル歩きみたいな感じで歩けるように、ここからスルッと最後です GO! で、来たら3歩歩いて1、2、3歩歩いたら、わたた、わたたと来るんで、手は右手がこっちです、右手が体の方に向きます。で、左手が左手も外、左手も体の方ですね。こう回す、こう回す、こう、まあ、右手と左手がこう反対の位置に常にこうじゃなくて、右手がこっちの時は左手外、こういう感じ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 、これをわたたわたた、速さをチャ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 、この速さを右左右右右右右右が最初、右右右右、はい、で、歩きます。じゃあ、チュルチュー、チュルチュー、このチュルチュー、チューの時に足を上げる。チャチャチャ、チャチャチャ、そう、チャチャチャ、チャチャチャ、体重を左に乗せて足を上げる。で、手を下でこう回さないように、しっかりこの肩のラインで回してあげるようにすると、かっこよく見えます。はい、これが最初の動作、ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ブン、ブン、ブン、クラッ、エナ、ルン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 、スーパー、セブン、レッツ、ゴー、チュー、チュー、ワタタ、ワタタ、はいはい。したら、戻って、もう一回いきます。ジン、ジン、ズン、カッ。で、今度は、ブン、ブン、ブンじゃなくて、叩く感じ。腰はこの動きで、さっきと一緒なんですけど、手は叩く感じになります。右左右、さっきがブンブンブンだったの、今回は叩く、肘を軸にブンブンブン、ほぼ変わってないですけど、手首か肘かだっただけですね。 こっちか叩く、今回は叩く、2回目は叩くで一緒、ブーンでポーズ、歩くんですけど、今度はわたた、さっきのは1、2、3歩でわたただったんですけど、今度は1歩です。すーはーはん、1、わたた、わたた、さっきは最初はレッツゴー、2、3、わたた、わたただったのが、2回目はグーが1、わたた、もうこの左足をついたらそのまま渡った渡った、で最後渡ったったって言うんで、可愛くこのボールを今度立てて顔ってして、じゃん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 、可愛く決めてください。よし、今度は音で言ってみましょう。
どうだったでしょうか。今回初めて完コピ、完コピレッスンだったんですけども、いつもはヒップホップの基礎ってやってきたものの、今回応用みたいな感じですね。全部ポージングが違ったり、いつもやってた動きじゃなかったりするんですけどね、そのなんかいつもの基礎を忘れて新しくこれで覚えるっていうよりかは、いつもの基礎を生かしてこの振り付けをかっこよく踊るっていうのを一番大事にしてほしくて、このこういう細かい動きとかにしっかりこの基礎が入ってるんで、しっかりこのリズムが入ってるんで、これを崩さないように歌でってやるんじゃなくて、しっかりこの歌も聴くんですけど、リズムは絶対に崩さないように意識しながら歌しっかり聴いて、あの子たちになりきってかっこよくおしゃれに、なんか、可愛くかっこよくおしゃれに、この3つ全部使えると思って、この振り付け1つでいろいろこう変色させてみながら自分の気分で踊ってみてください。ということで今回は完コピレッスンでした。以上、ヒップホップダンスインストラクターのりょうでした。またねー。